畑明は中華人民共和国の歴史学者、経済学者、かつ積極的に社会的発言を行っている民主派の知識人の一人である。畑明は1981年に蘭州大学の修士課程を修了した、文学5最初の修士課程修了生の一人である。その後、ハーバード大学フェアバンク東アジア研究センターの客員研究員、 ハーバード遠距離研究所客員学者、中国経済史学会理事、中国農民史研究会理事、北京転則経済研究所特別研究員を歴任。1992年先生師範大学教授、現在聖火大学歴史系教授、博士家庭指導教官。主な研究分野は、中国農民史。 経済史。1978年文革後、第一期の大学院生として、彼の主な研究対象は、民進時代の土地制度と農民戦争史だった。その後、研究対象を広げ、1980年代初期には農民史に集中し、80年代後期からは、古代商品経済史と比較経済史をはじめとする経済史の研究を始めた。 90年代には、歴史研究と同時代研究を統合し、農民、農業、農村コミュニティの協議の農民学と、農業国家、農業文明及び、伝統社会の変遷を研究する講義の農民学を研究した。また、農民学総書の編集を行った。これまでに、中国大学教師、各英東省、先生省社会科学生果賞。 先生師範大学青年優秀論文賞を受賞し、また、五回先生師範大学科学、研究成果総合賞を受賞している。著書には、伝言史予競総局、漢中模式予前近代社会的再認識、市場的策展予今点、経済転機予経済構成、農民中国、歴史単を萌え、予言実選択、伝統重論、変革の道などがある。 AB も、会三人業家、旗助二千2009年11月12日、人民も、かすけ、は二2009年11月12日、ありがとうございます。